こんにちは、谷口幸太郎と申します。先週私は 35X になったのでチャンネル名を 35X ってつけてみたんですけど、思ったより簡単じゃなかったです。まあちょっとこれから動画投稿を考えている人向けにちょっとしたアドバイスになるんですけど、アカウントですね、なんかブランドアカウントっていうのを作って動画投稿した方がいいです。普通に動画投稿できるようにチャンネル作ると自分の Google のアカウントで作ることになるんですけど、自分の名前になるんですよね、チャンネル名が。なので私のチャンネルはずっと小太郎谷口って私の名前のチャンネルになってたと思うんですけど、 Google のなんかアカウント名なんですよ。なのでチャンネル名変えたかったらアカウント名を変えないといけないっていうことになって、好きな名前、まあ、変えれるんですけど、変えると今度その Google の他のサービスでもその名前が表示されちゃうと。なので谷口 35X にしたらなんか違うサービスするときも 35X になっちゃうんで、影響がこう広いというか。なのでブランドアカウントっていうその YouTube 投稿用のなんか名前を作るみたいな感じで、そういうのを作ってチャンネル作れば、氏名じゃなくて単純にチャンネル名っていう風になってるんで、好きな名前が付けれるっていう感じになってました。でその後からブランドアカウントを作っても移行ができるん で今回名前変えるために移行ってやってみたんですけど、すごい残念なことがあって、コメントが消えちゃったんですよね。全部つけてもらったコメントは全部残ってるんですけど、私が自分で書いたコメントが全部消えてるんですよ。それぐらいどうにかしてよって感じがすげえあるんですけど、で私が他の人のチャンネルにコメントしたやつも全部消えてて、もう私が消えた感じですね。前のチャンネルが多分移行して消滅して、前のチャンネルっていう言い方も変ですけど、まあその変更前の人はもう消えて、今新しいなんかアカウントになったので消えちゃったんですよね。だからコメント欄とか変な感じになってるんですよね。返信の返信みたいな風になってる人は独り言みたいな感じになっちゃってて、ちょっと申し訳ない感じなんですけど、あとカスタム URL っていうのも消えちゃって、なんかチャンネル作ってから30日経たないと作れないんですけど、そのカスタム URL っていうちょっと短縮した URL が作れるんですけど、それもリセットされて今作ったばっかりのチャンネルみたいになっちゃったんで、まあ URL も消えちゃったっていう、ちょっとまあいろいろ残念でしたね。最初からブランドアカウントで作ってればそういうチャンネル名とか好きな風につけれたんですけど、ちょっと失敗しました。なのでこれから動画投稿する人は最初からブランドアカウントで始めた方がいいと思います。ちなみにせっかくだから写真も変えようと思って写真探したんですけど、あんまり自分のやっぱ写ってる写真ってあんまりいいのがなくて、これなら良さそうだって言ってやったんですけど、それ 25X なんですよね。ちょっと妙に若いっていう、もう若いっていうかちょっと残念ですね。やっぱ老けたんだなっていう。まあそんな感じですね。まあ 35X になりましたっていう動画で一旦終了しますか。ちょっと簡単に開封動画するかっていう、たまたま届いたものがあったので今開封動画します。アジャイル検定公式テキストっていうのを買ってみました。思ったより薄いですね、こんなサイズで。これは面白いですね。多分ちょっと斜め読みですけど、まあこういうのは勉強すればするほど認知的不協和というか、勉強すればするほど現実にストレスがたまるという。紙が分厚いんで120ページしかないっす。まあ入門用でレベル1ってことで、なんかいいっすね。興味ある人はこれ勉強しやすいんじゃないですかね、これぐらいならっていう。まあ情報処理とか興味ある人はこれいいと思います。このアジャイル検定進めてるこういう会社、こういうとこに就職したらいいと思います。未来があるんじゃないでしょうか。以上です。バイバーイ。